衛生福利部中央健康保健所台湾の医療においては社会保険方式によるユニバーサルヘルスケアが実現されており行政医に衛生福利部が所管している一人当たりの医療費支出は2000年では752ドル米ドルであり GDP の5.8%が医療に投じられている医療費の64.9%が公的負担である台湾人は 先進国と同程度に健康であり、主な健康問題は肥満と心臓病、平均寿命は2009年で78歳であった。台湾では人口1000人あたり、医師数は1.6人、病床数は5.9床、医療機関数は2002年では、病院が36施設、診療所が2601施設が存在する。近年で話題となった健康問題は、 2003年のサーズであったが、現在は冬により安全宣言が出されている。全民健康保険は、1995年から台湾で実施されているユニバーサルヘルスケア制度。全国民の医療保険制度を管理する目的で設立された。全民憲法は、単一支払い者制度の共生社会保険プログラムであり、特別会計による医療基金が 中央政府で運営されている。このプログラムは全市民に対して平等な医療アクセス提供を約束するもので2004年末には人口の99%をカバーしている。主な財源は保険料であり給与税として課され補助的に患者の自己負担と国庫補助がある。以前の台湾では老後保険、農民保険、公務員保険と 業界別の健康保険制度が実施されており、全国民の健康保険制度が完備されていなかった。政府は1995年3月より、全国民に対する健康保険制度の完備を目的に、全民健康保険法に基づき、全民健康保険を実施した。制度初期においては、公的診療、自由診療の両面でできたか払い価格が、河川状態であったが、 後に、多くの医療機関は民営化され、医療市場において競争がなされるようになった。しかし、医療機関の大部分は、数多くの患者に対して、過剰診療を行い、それを政府に請求し利益を得ていたため、保険制度の損失は拡大し、コストカットが迫られる事態となった。そのために、0 0年に、全民憲法は、総額予算支払い制度を導入し、行政委員衛生所が、 年間総額医療費を決定し、制度はその予算内でサービスを展開している。さらに2010年には、台湾版 DRC 包括払い制度が導入された。保険 IC カード全民憲法は、日本の健康保険制度に類似しているが、保険者は単一であり、衛生福利部中央健康保険所が一元管理している。全民憲法は、台湾地区戸籍を有す者全員が、 強制加入する制度となっている。加入が免除されるのは服役中や長期、海外滞在者、半年以上の失踪者と一部の例外が認められているのみである。加入者は加入資格によって下記の通り録タイプに分類されている。各類は独自の保険機構を有し、納付者は加入申請を行った後定められた保険費用を毎月納付する。保険機構は 憲法局に対し、加入者の全民健康保険カードを発行し、加入者は医療サービスを受ける際にカードを提示することで、医療費及び処方費の一部を納付し、不足分は病院が憲法局に対し支払い申請を出すシステムとなっている。保険はすべての医療行為に適用されるのではなく、一部の医療行為、処方薬に関しては保険適用外となっている。 健康保険制度の整備後、医療費補助があり健康検査などが無料、または、廉価に受けることができ、国民の健康増進に寄与したとの評価がある反面、医療保険を乱用した無駄な医療が増額し、また病院での医療費不正受給問題等を否定的な評価も出されている。これらの評価を踏まえ、憲法局は、現在の問題点を克服した次世代の保険制度確率を模索中である。 台湾では医療事務の電子システム化が進んでおり、オンライン請求率は2006年には99.98%に達する。健康保険証の IC カード化も進行しており、2004年からは原則 IC カードのみの運用に切り替わった。ありがとうございます。